欢迎收睇《艺视日本长野县神野町篇》。点解我要拣神野町为第一站呢？就是因为佢系日本嘅正中央。就等我内山敏琪喺呢五日四夜嘅行程，用生活体验同艺术带大家去感受一下神野町最深入嘅一面啦。寿司唔单止系日本人平时嘅主食，亦系香港人最中意嘅日式食品之一，几乎每个香港人去日本旅行都会必食。神野町亦唔例外，有大大小小唔同嘅寿司铺。今次带大家嚟依间已经创业50年，系神野町其中一间老字号嘅寿司店，店主两公婆仲好亲切添。我哋就入去食翻餐先。我而家就喺个之神嘅寿司店。咁咧呢位就係伊澤師傅喎，伊澤は大将。はい。こんにちは。こんにちは。この寿司屋さんはもう長いですか？長い、そうですね。僕先代からですから、50年はやってますね。長くないですか？原来咧呢間壽司店咧已經50年歷史啊，真係好犀利喎！お寿司とかはここ内陸なのでどちらから仕入れされてる？やっぱりあの東京の。豊洲ですね。あ、そうですか。こういう材料を運ぶ運転手さん、はい、そういう仕事の方がおられるんですよね、うんうん、そういうところに頼んで持ってきてもらってます、はい、あ、なるほど、はい、其实呢个就是長野王。但是呢原来呢阿大将呢他就在东京那个丰州那里就入啲寿司回来的。辰野出身ですか？そうです、ここ出身です。出身ですね、はい、今もう何代目とかですか？うん、今2代目です。2代目ですね。原来呢他是第2代来的寿司店的。那么做了50年了都。お寿司大好きですか？もう子供の頃から。僕は好きですね、どちらかといえばね、はい、若い頃ってのはあの天ぷらの方が好きっていう人が多いけど、はい、うん、僕は小さい頃から寿司が好きでしたね。あ、そうですか、はい。原来咧，佢咧好中意食寿司。佢好细个嘅时候咧，佢啲朋友咧都话好中意食天妇罗嘅，但系咧佢就好中意食寿司嘅喎。咁佢系咪好细个嘅时候已经想做寿司嘅师傅嘅咧？嗯，そんなこともないですけどね。もうこんな仕事どちらかといえばやりたくないなと思ってた方なんですけれどもね。あ、ダメ？こういう形ダメかな。でも本当に今になってみればね、自分に向いてたな、なってよかったなとは思ってます。ああ。咁咧佢就話做咗咁耐師傅啦，咁咧其實咧佢就覺得自己咧壽司咧係一個天職嚟㗎。お寿司のこだわりを教えていただけますか？こだわりはね、たくさんありますけども、はい、いつもこだわってるのは年中こだわってるのはご飯ですね、シャリ。あ、シャリ。もちろんネタの上に乗っけるね、お魚は新鮮なものでやっぱり美味しいものを乗っけなきゃと思うんですけれども、それはある程度も できてるつもりでいます。シャリはね、うん、年間を通して。はい、粘り、硬さ違ってくるもんですから、うんうん、年間を通していつもこの米とこの米を混ぜて、はい、シャリにしようとかね、はい、いつも変えながら考えてやってますね。ブレンドしてそのブレンドですね。そうです、そうです。それ長野県のお米ですか？基本的にはね、長野県のお米を中心に使ってますね。でもこれからちょっとまたいろいろ試してね、いろいろ使ってみたいなと、試してみたいなとは思ってます。頭先我問咗佢咧對壽司有啲咩執著喎，咁又同我講喎，其實壽司咧唔係淨係嚿魚喎，個精髓咧喺嚿飯嗰度喎。咁啊大將又同我講喎，佢用咗好多唔同嘅長野嘅米啦，溝嚟溝去，揾到最好嘅黏度，跟住成為最靚嘅壽司飯俾佢啲顧客啦。弟子とかいらっしゃいますか？今は弟子っていうほどのものは今いないですけどね。はい。若い手伝ってくれてる人はいますよ。あ、そうですか。うん、ちょっと。連れてくる？咁我問下佢有冇弟子喎，咁跟住佢就同我講咧，佢有啲咧好後生仔咧，就教佢咧點樣整壽司嘅。啊，彼。啊，呢個就係佢個弟子喎。彼が若い子です。係。咁佢個弟子會唔會去將佢全部嘅嘢咧傳授俾佢咧？教える、そう、本当にそういうものがいたら。教えるつもりですね。咁样当然啦，佢系师傅嘛，梗系要传授俾啲徒弟啦。呢个一定嘅。同我太太倾下偈先啦。こんにちは、千春さん。咁千春小姐咧，佢就帮佢老公手噶嘛。
那他是不是都会懂得整寿司的呢？お寿司は握りの方はやらないんですけど、うん、巻物とかあとは裏の料理とかを、はい、お天ぷらとか焼き魚とか、はい、いろいろお料理をやります、はい、調理師免許を持っているので、はいはい、其实呢千春小姐她就不会整寿司的，但因为她有厨师牌，所以呢她就去整啲卷物啊、炸物啊或者是烧物咁样咯。之神寿司店呢这么多常客呢，咁其实有啲咩秘技啊？喜ぶ工夫は特にですね、もう地のままでやってますね。地のままね、その代わり、はい、もちろん嘘もつかないし、もう正直なまま人間関係でやってますね。はいはい、お部屋に来るお客さんとは直接触れ合えないので、はい、カウンターの方に来たお客さんとはもう人間関係でやってます、ね。はい、で、忙しい時はこっちごめんね忙しいからって我慢してもらったり、お互いに逆にその分暇な時にサービスしたりとかね。そういうやっぱり人と人との関係はやっぱり気を使いますね。うん、気を使ってます。はい。咁佢有冇啲咩秘技？咁佢就話唔係嘅，其實咧人咧都係心存心嘅啫。咁佢對佢好，咁你又對佢好，咁跟住咪大家越嚟越好咯。咁大家越嚟越好，咁佢咪嚟會幫襯咯。多少ご存知ってますけども、はい、あえていたずらに他のものを出す時もあります。あ、これいらない？咁咧咁多常客咧，咁佢亦梗係知道佢有咩最中意噶啦，食壽司。咁佢就話有時咧，佢就咧特登整蠱佢哋嘅，佢哋唔中意食嗰啲咧，咁佢咧都整一兩嚿落去嘅。咁咧原來咧，阿大將咧都係好幽默嘅喎，我覺得。係啊，吉沢大将啊，今日ありがとうございました。啊，それこそこちらこそ。ごちそうさまです。ありがとうございます。咁我食翻件壽司先。这个原来咧系鸟取县嘅鱿鱼啊，嗯，真系好新鲜啊，好有弹力啊，入口即溶嗰只啊，仲要系食晒成个 set 啦！之神嘅寿司果然系新鲜好味啊，但系最重要就系依集两公婆对客人嗰只人情味，好希望佢哋一直将呢种小店嘅风味长传落去。大家去到神野町真系不妨要试一试依集师傅嘅手势啊！佢哋除咗手握寿司之外，之神嘅海鲜散寿司都系佢哋最受欢迎嘅菜式嚟噶。不过记住，他们是逢星期一休息的，由 JR 神野站出口走去都是大概五分钟左右，千万不要去错啊。下一集我就会跟大家介绍神野町一年一度的盛事第75届神野萤火虫祭，我还会亲身带大家去看萤火虫添。下一集见。喜欢我们条片的朋友就记住去 subscribe 我们的 channel，仲要 like 同埋 share 我哋条片喎，咁我哋下次见啦 ，see you， 麦得呢。